いや、じゃあ、大丈夫です。ということで、今日もやっていくんですけど、今日はね、よいしょ。まあ、このデッキをやっていこうと思います。ってことで、このデッキは、カンストゼロない。まあいいや。このデッキはね、今、マルチ何がいいかなっつって、で、俺が、今強いのは結構ボレーとかラバー。やばい、ちょっとごめんなさい。声ガラガラで、鼻水も鼻声なんですけど。やばいなこれ。まあいいや、まあ、まあまあまあそうです、ゴレとかラバーが今強いんですね。正直なんですけど、俺が今マルチで勝つにはゴレとかラバー使ってもまだ熟練度が低くて勝てないんで、俺はこういう、なんだろう、神技系なって言ったら伝わるか分かんないですけど、まあペッカとかメガナイトとか工場とか、まあユーノとかそういうのが入ってるデッキが俺は得意なんですよね。なんで、まあとりあえず30種とかもやってたんですけど、とりあえずまあ今ね、ちょっと、まあまだ展開とかには全然いってないんですけど、まあちょっとトラ上がってきたんで、まあご紹介しようかなと思って。で結構勝ってて、どんくらいだろうな。ここら辺じゃないか。メガナイト。まあ最初負けて、1、2、3、4、5、6、7。まあ 80% ぐらいですね、勝率。多分、そうだよね。75% ぐらいか。だいたいそんくらい。なんで、まあ結構ね、このトロ隊でその勝率を取れるのは結構高いんじゃないかなと思うので、まあ紹介していきたいなと思います。ってことで、最初 YouTube じゃない。リップを解説しようかなと思ったんですけど、どうしようかな。2.6 相性いいし、まあそうですね、割とじゃあ 2.6 だけをちょっと解説してから、ちょっと日本人の方で申し訳なさみ5分身ではあるんですけど、ちょっとね、まあ、行こうかなと思います。ってことで、最初は2倍入るまでは一応ペッカとかメガナイトってあんまり本当に相手が絶対に逆サイを攻めてこない。で、あとは、回ってきた手札で次の相手の攻撃のウェポンを守れるって時に、ケツメガナイトやケツペッカをするんですね。そうで、なんだろう、これ 2.6 とかって時はウェポンがもうホグでしかないんですよ。ホグを切ったら何をしても攻めらんないんで、手札回してもう一回ホグを出すしかないんですね、攻めるなら。なんでホグを切ったらこういうデッキに対してはケツペッカケツメガナイトは積極的にしていっていいと思ってます。それはで、切った後に手札回して逆サイ来るんで、逆サイ来るか守ってマスケとかを延命してマスケホグの形を作ってくるかどっちかだと思うん で、マスケにはちゃんとポイズンを打つっていうのも割と大事で、こういうところにメガナイト当てていく。でメガナイトは、完封はできないですよ。僕はペッカはできるんですけどメガナイトはできないです。でこれがね、やっぱちょっとね、あれなんですけど、ネックではあるんですけど、で、後ろからユニットを出すのも割とこの、まああれですね、工場とか、まあ、コウモリとかなんですけど、足していくユニットを見定めるには、まずは、メガナイトの後ろにつけるのはこういう相手ではデッキだったらね、アイゴルがあるデッキだったら割と最初につけるのはあれですね、まあ、コウモリがなければ、インドラがアンパイです。インドラがアンパイで、ユーノかエレキどっちか、まあ、基本的にエレキは攻撃に使わないんで、エレキは、メガナイトを切った後にそのホグを防衛するように持っておくカードなんで、絶対に決められるとか今行けば大ダメージ入る相手エリクサーねーって時以外は基本的にはエレキで、この今、インドラを左手でこうやって構えてて、インドラの位置が端から3マス前なんですけど、この位置は割とおすすめで、何回読みの5棒にも当たらないです。でエレキとかも割とこの5棒当たらないギリギリの位置に出すのが割とおすすめですね。で、この位置は、インドラ最速で出せばほぼ一発で押さられるんですよ。そうそうそう、だからエレキを出さなくてもほぼ、ね、一発で押さられるんですね。なんで割とおすすめですね。でエレキ防衛もいいんですけど、エレキ防衛した時に後ろからスケを追加されると、なんだろう、エレキの攻撃をこうやって分離して2発入っちゃうんですよ。そうなんで、で逆に言うとインドラはアイスピでタゲリスされたらもう2発どころじゃない、3発4発入っちゃうんですけど、だから今は相手がアイスピ切ったからインドラで防衛してたんですけど、そこっすね、アイスピ持ってる時はあれですね、ちゃんとエレキで防衛した方がいいかもしれないですね。でこれはもうエリアでばっこり取ってたんで、端前メガナイトしたらね、たまたまホグとかぶっちゃってめちゃくちゃダメージ入るっていうね、これ悲しかったな。でとりあえずまあインドラを足していって、確かね、足すで、ポイズンを打つと、はい、でなんですけど、相手がとりあえずアイゴレを切ったんで、ここで有能コウモリ、そうですね、なんですけど回っちゃったっていうね。そう、アイゴレを切ってからコウモリを追加するっていうのが割とこのデッキでは基本になりますね。
でタワーにザップったけど相手が丸太ね手堅く防衛してきたっていう感じですね。でまあケツからインドかな多分、うん、ケツからインドでこうやることによって相手はもうホグを飛ばせないんですよ、左サイドに。なんでこれ右に飛ばすしかないという感じで、とりあえず右はエレキですね、ズシャンという感じで、これ右にメガニートかな、違うか、まあ、ポイズン削っていく感じか、うん、でこっちはメガニート、メガニートしていって、でこれだって一発入っちゃうんで、もうこれだったら一発も入れたくないんですよ。なんであのファイボに2発圏内入ったら終わりなんで、とりあえずここは一発も入れられないから、とりあえずあのコウモリで一発分の防衛をしていきます。でここで、まあ、工場、あ、まあ、エレキですね、エレキを足していって、まあ、インドラも足していくという感じで、まあ、これ入って GG ですねという感じで、割と 2.6 とか小物穴ポイとかには相性がいいかなって感じがしますね。なん で今入ってるゴレとかにもねちょっと難しいかなって感じもするんで、まあ有利ではある、インドラがいるんで有利ではあるとは思うんですけど、ラワには有利だと思ってますね、個人的には。空が3枚あるんで、空が3枚あって、まあ、呪文も2つともね空対応できる呪文なんで、まあ、ここら辺で速攻しつつ空で守るみたいな感じもできるんで、割とおすすめです。ってことで、グラチャルいきたいと思います。とりあえずはですね、まあちょっと見るペッカよりもちょっと待つかなというイメージはありますね。なんでまあちょっと待ちますね。やばい、鼻声になってきた。ちょっと待って、コウモリをセパ、コウモリセパって何の意味があるんですかっていう意見から、あーこれコウモリ残したいな、待つか、いや待つな、違う、でもそしたらここにインドラ出せばよかった、うん、切れる手札じゃなかったんだよな。でもコウモリはあちょっとインフェを突破するようにね取っておきたい感はあるので、ここはメガナイズでいいな。でギリこっちがインフェルタワー壊れなくても多分ミリ残りだと思うんで、橋渡る頃にはメガナイトをね、橋渡る頃にはミリ残りだと思うんで、ですね、まあこれはポイズンですね、手堅く手堅くポイズンの防衛、はいはいはい、これ地味にだるいですね、スケが地味にだる、地味だる面ですね。いやー残んないな、はいはい、まあこういう防衛が割と安牌かなって感じがしますね。よいしょ、これ残るな、よいしょ、ミニ残りを利用していく。これなんかスケ闇大好きマンだからな、スケ闇大好きマンがいるんですよね、たまにこういうなんか気違いデッキには大体スケ闇大好きマンがいるって覚えておいた方がいいですね。とりあえずまあ多分タゲリセするもんないと思うんで、ゲロハシマインドラでよくて、あるんかよ、あるんかよお前、あるんかよもうって感じで、よいしょ橋渡れ、よいしょ、オッケーオッケー、これで何かしら出さなきゃいけないですね相手は。もうプリンス、あーインフェルト、おいしい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 、これはケツ、いや違う待て、ケツ補助ババしてのこの橋渡れるっすね、普通にやばすぎー、デッキがやばすぎる。よいしょ、ここは何かしらで守っていきたいですね。1枚切ってからのあれでいいかな。やばすぎるな、これ。あぶね。あー、ここに出して分岐させればよかったけど、まあ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 。あそこは隙網が囲んでくるかなと思うので、ここは足元に隙網が来ると思ったけど、違った。違ったけど、OK、OK、OK。スケラでしょ、スケラとホグがいて、はい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 、キチキチのキチの害ですねこれは。とりあえず危ねえ、かわした、オッケー、オッケーかな、これあとはもう足すだけですね。プリンスが来ても溶かせるんで、相手柳雨しかないんで、コウモリ滝がうざいですね。はい、GG と。いいえ、はい、GG ですね。おぎおぎおぎ。おぎおぎおぎ。おぎおぎおぎ。あと一勝、あと一勝。これはもう逃せないですね。よし、行こう。あ。無言 OK。無言で行こうかな。
し、OK、よし行こう。とりあえずは、まあ、この時期4コスとかが多くて、結構初手に、ね、切れないカードが多くて、初手切れるのは U のコウモリ、ザップ、まあ、工場かなって感じなんで、ちょっとしたらザップタワーに打ちつつ、ですね、まあ、エレキで、シャアなしのエレキですね、これは。OK、よいしょ、延命丸、バチクソ延命丸、これいっちゃおう、もういっちゃおう、いけそうな顔してる。バッシー、 OK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 、 暴れ回ってる暴れ回ってる、これいけますね。相手エリクサーナサミ丸なんで、どっちか対応してきた方、あー諦めマンかな。 OK、 強いこのデッキ。 OK、 OK です。まあこんな感じで割とねボコボコのボコにできちゃうんで、皆さん、使ってみてくださいという感じで、割とねいい感じに解説できたんじゃないかなと思いますね。まあこういうデッキの特徴ってやっぱり、あと手札把握が大事で、あのエリクサーはなんとなく、まあ感覚っちゃなんですけど、まあ手札把握をするコツは、まあよく言われてるんですけど、俺もそうで、まあみかんさんみたいな人は、あと何枚でこれが回る、次、あと2枚であれが回って、3枚であれが回るっていうのは分かってて、4枚、だいたい3から4枚相手の手札を把握してるって感じなんですよね。なんですけど、それが僕はできないんで、で、上手い人はね、基本的には4枚把握できる人はそんなにいなくて、自分の嫌なカードだけ覚えるんですよ。例えば、まあ、さっきの試合もそうなんですけど、メガナイト防衛するときとか、あ、まあ、メガナイトじゃない、U の工場防衛するときとかに、まあ、プリンスとかないから、スケアミが来るだろう、みたいなとか、なんだろう、嫌なカードを数枚覚えておくんですよ。例えばですけど、さっき、今のデッキだったら、空をね、ちゃんと潰すカード、まあ、今結構秒で終わっちゃったんですけど、まあ、普通にやってたらですよ、このカード。空を潰すカードが、まあ、ベビドラとサンガゴしかない。だから、まあ、ベビドラ、インドラでね、ベビドラを処理したら、次ね、ベビドラ、じゃあ、相手のベビドラを自分のインドラで処理したら、次相手の陣地に渡った時に、絶対に頭にサンガゴが来るから、コウモリか、エレキを追いたきして、そのね、三角を倒して相手の束を折ろうとか、そういうことを考えてるんですね、俺は。なんで、逆に言っちゃえば、陸は、相手は今、墓石しか持ってない。とかの時に、工場を出したら墓石で守られるから、先に、端前に言うのを出して、相手の陸は墓石しかいないから、墓石を引き出してから、墓石の隙が通り過ぎたタイミングでもう一回工場を出すとか、そういう感じで結構やってるんですね。なんで、手札把握が難しいっていうコメントとか結構来て、まあ、このデッキとかはやっぱり手札把握が割と大事になってくるんで、で、これなんですけど、ちょっとでもね、ちょっとでも意識することが大事なんですよ。最初の方は、本当に最初の30秒ぐらいしか手札把握できないみたいな。手札把握しようって意識しても、ちょっとね、経ったらもうただやってるだけになっちゃうみたいな。俺も最初はそうだったんですよ。なんだけど、意識することが大事で、割とね、そうやって意識して、で手札がね、覚えられて、読み呪文とか決められた時はめちゃくちゃ気持ちよくて、そういう時にクラロワがね、結構楽しくなるんですね。で、楽しくなると、やっぱりめっちゃできるから、もう強くなるみたいな。で、手札把握することがやっぱね、楽しくなりつつも強くなる一方だと思うんでね、ぜひね、まあ、俺なりの方法ですけど、陸と空を数える。これをね、試してみてください。なんで、陸が、自分の陸攻めが空、相手陣地に渡るときは、相手の陸が何だったか数える。数えて思い出して、まあね、歩いてる最中でもですね、そのケツに言うのを出して、橋渡る前に何が来るかな、何が来るかなっていうのが割と大事ですね。ってことで、そんな感じでやっていきましょう。ってな感じで、今日はこんな感じで終わります。まあ、あれですね、毎日、毎日投稿してるんで、まあ、こんな冬休みもね、毎日投稿したいと思ってるんで、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、今日はこの辺で終わります。お疲れ様でした。